こんばんばはオニメンタルクニボーです今日7月10日で YouTube 毎日配信8ヶ月目を達成することができましたそれがどうした今日も行くということで今日も民法1台ですね淡々とやっていければなと思いますということで今日も汚い字ですいません見えますでしょうか今日ご紹介する範囲は民法96条の詐欺及び脅迫ですこちらですね騙したり 脅したり同じようなニュアンスがあるので96条の一文の中に書かれてるのかなと思われるんですけどもちょっとニュアち違ったニュアンスも入ってるんですねただしそれよく考えれば分かることなので今回の動画でチェックしてみていただければなと思いますということでこちらが詐欺の図こちらが脅迫の図ですはいただし出てくる登場人物だったり図式は一緒なのでということで ちょっと転生部分とかあちょっと図式ややこしんで読み上げます。はい。まず A さんがいて悪い B さんがいる。で、悪い B さんがまあ詐欺によってですね A さんに土地くれと言いました。土地くれと。で A さんがから B さんに土地が渡りました。まずこの A-B 間の中でですねまあ詐欺による行為があったんですけども A さんがそれ土地、えー、それや取り消しできるかどうか。 とということですまずは A さんから取り消し発信できるかどうか。で、次2番目。知らない第三者、えー、C さんが出てくると。で、えー、詐欺によって A から B に渡った土地がさらに B から C に渡りましたと。で、C さん何も知らない。えー、全員無過失はい。この場合 A さんが C さんにそれ取り消しだ、えー。できるかどうかたそう。対抗できるかどうかですね。はい。 今度はこちら、脅迫です。同じくして A さんがいて、悪い B さんがいて、悪い B さんが脅迫によってですね、A さんに土地くれと言いました。で、A さんから B さんに土地が渡りました。で、A さんはそれ取り消しだということができるかどうか。はい、同じくして、えー、4問目はですね、C さんがあ登場します。第三者、えー、何も知らない全昔の C さん、えー、同じくしてですね、登場してます。で 脅迫によって A、B と渡った土地がさらに C に渡ったと C さん何も知らないと同じくして A さんから C さんにそれは取り消しだということができるか対抗できるかどうかといった問題この1番、2番、3番、4番の問題皆さんいかがでしょうかはい、えー、答えいきます まず詐欺まず詐欺です。A さん、B さん間で A さん、えー、それは取り消しだということができます。だって詐欺だからということで。はい。えー、2番目、えー。第三者に渡ってしまったと、えー。これ A さんから取り消しだよっていうことは、これは NG です。これは第三者法規定が働きます。第三者法規定が働きます。なんだったら C さんは統計がなくてもですね、A さんには対抗できると。対抗できると。 いったことで、まあ、A さんから C さんには取り消しはあこれは不可である NG であるとはい3番目、えー、3番目4番目は脅迫ですよねまずは AB 間でそれは脅迫であった場合に A さんはあ取り消しをお述べることができますこれはできますだって脅迫だからということでできますで4番目ここはちょっとさっき と違うニュアンスが出てくるんですけども知らない第三者が出てきて知らない第三者に渡ったとしてもですねこれは取り消しが A さん主張ができるんですねだって、A まあ、B さんも全員昔なんですけども A さんも脅迫だから A さんの保護っていう観点が働きますのでここがちょっと詐欺と脅迫の違うところなんですけども A さんは脅迫によるものだったら C さんにも対抗できる取り消しを訴えることができるといったあこういう見方があります。ここ、民法96条の第1条、第2条、だあ第1項第2項第3項目がこれをチェックしていただければなと思います。えー、補足ですけども、今年の大目玉はその隣の95条の錯誤なので、 ここ民法大改正ありましたので、えー、同じくしてチェックしていただければなと思います。ということでまた明日からあー元気にやっていきましょう。